今日は RPC によるリアルタイムボイスチェンジに挑戦してみたいと思います。急に思いついたことなので、やり方を忘れないよう、自分用に残しておく記録となります。Python Japan さんのサイトを開き、ダウンロードページに行きます。そこで Python をダウンロードし、インストールします。必要なソフトウェアのダウンロード先は、概要欄にリンクが貼ってありますので、ご参照ください。次に RVC 本体をダウンロードします。使っている GPU に合ったファイルを入手してください。今回必要なソフトには、容量の大きいものもありますので、時間に余裕があるときにお試しください。RVC を回答したら、画像のファイルを開き、正常に起動するか確認します。次に、仮想オーディオケーブルを入手します。OBS や VC フェイスなどで音声入力元として使います。次に、VC クライアントを入手します。どのファイルを落とせばいいか説明してくださっていますので、よく読んでからダウンロードしてください。2. VC クライアントの動作に必要な Hubert というファイルを入手します。これは VC クライアントを回答したフォルダの直下へ一緒に入れてください。次に自分の声の変換先となるボイスモデルを入手します。自分で作ることもできますが、私はブースで販売されているものを買わせていただきました。VC クライアントは画像のファイルを開くと起動できます。VC クライアントを起動するとメニューが表示されます。初回起動時は必要なファイルをダウンロードするため時間がかかるのでご注意ください。そして、編集と書かれたボタンをクリックすると、先ほど用意したボイスモデルをアップロードできます。PTH ファイルとインデックスファイルの2つをアップロードできますが、インデックスファイルのないモデルは PTH だけで構いません。アップロードができたら、ボイスモデルを選んでスタートを押します。チューニングの設定は、今私が貼っている画像くらいがいいと思います。変換した声を OBS に送りたい場合は、仮想オーディオケーブルを出力先に選び、OBS の入力元を仮想オーディオケーブルにします。実際に使ってみると、普段通りに話すだけでは綺麗に声が変換されない印象でした。そこで私は、マイクのゲインを音割れするかしないかのギリギリまで上げ、さらにマイクに思い切り顔を近づけて話しています。また、音声変換の遅延を相殺するために、ご覧のように無言のゲームプレイを先に録画して、後からアバターを収録し、数秒時間をずらして合成しています。非常に手間がかかりますが、これでアクションゲームなどにも対応できそうです。以上、簡素ですが、RVC の導入方法を追ってみました。あくまで自分用の動画なんですが、他の方のお役にも立つかもしれません。それでは、ご視聴ありがとうございました。